皆さん、こんにちは。プロ野球界のヒーロー、イチローさん、嫁、福島由美子の眼頭病中の現在や隠し子の真相に言葉を失う。今日は、イチローさんのことについて紹介します。まずは、イチローさんの経歴とプロフィールから紹介します。イチロー、本名、鈴木一郎、愛知県西春日郡豊山町出身、ワン・ツーの元プロ野球選手、右投左打。現在は MLB のシアトルマリナーズで会長付き特別補佐兼インストラクターを務める、おそらく世界で一番有名な日本人と言っても過言ではない元メジャーリーガーのイチローさん。イチローさんは2019年3月に現役引退を表明されました。イチローさんの素晴らしい遺伝子を継ぐのは一体どんな子なのか。実はイチローさんと妻福島由美子さんの間には子供がいないことが分かりました。本当にイチローさんと福島由美子さんには子供がいないのか、なぜ子供を作らないのか、イチロー選手と福島由美子さんの馴れ初めなどから追ってみます。福島由美子さんは元 TBS アナウンサー、現在は IYI コーポレーション取締役 CFO を務めています。福島由美子さんは1965年12月10日生まれで、1973年10月22日生まれのイチローさんとは8歳差ということになります。こんな2年の差があるとは思いませんでした。びっくりです。日本人の野手は大リーグでは通用しないという固定概念を覆し、世界的な記録を樹立してその名を全米中に轟かせたイチロー選手。日米通算4367本安打は歴代最多で、ギネスにも認定されている前人未到の記録を打ち立てたイチロー選手ですが、彼の成功は奥さんである福島由美子さんなくしてはありえませんでした。超人的なプレーやその業績のためにとかくイチロー選手にのみ脚光が浴びせられます。しかし表には出ない福島球婦さんの活躍や陰ながらにイチロー選手を支える彼女の献身的な姿勢について、知れば知るほど夫人の存在なくしてイチロー選手の成功はありえなかったと誰もが認めるようになります。福島由美子さんは TBS アナウンサー時代、1995年頃から TBS ラジオで放送されていたイチローの気持ちはいつもフルスイングでアシスタントをしていました。このラジオパーソナリティは当時オリックスブルーウェーブの選手だったイチローさんで、この番組が交際のきっかけになりました。野球選手とアナウンサーがインタビューで出会うのはよくある話ですよね。この番組でも共演以降、イチローさんは TBS の取材に対していつも福島由美子さんを指名していたようです。イチローさんってあまり感情を出さないイメージがありますから、とても意外ですよね。1997年頃からイチローさんと福島由美子さんは本格的に交際を開始しました。1999年1月にイチローさんが福島由美子さんにプロポーズし、結婚を理由に福島由美子さんは TBS を退社しました。その後、同年12月3日にアメリカサンタモニカのチャペルでイチローさんと福島由美子さんは親族のみの挙式を行いました。挙式から帰国後の会見では、イチローさんは話すリズムとか価値観とか同じ空間にいて心地よく感じたと語れば、福島由美子も信頼感のある方と思ったと話したそうです。イチローさんはラジオ番組中のやり取りの中で福島由美子さんに魅力を感じたんでしょうね。イチローさんがメジャーリーグへ移籍してからは夫婦ともにアメリカへ移住しています。それから福島由美子さんの姿はメディアであまり見られなくなりましたが、専業主婦として生活面でイチローさんを献身的に支えているそうです。プロ野球選手となると栄養の管理が大変そうですもんね。イチローさんと福島由美子さんの素敵な慣れ始めについて触れました。しかしイチローさん、福島由美子さん夫婦には子供がいないようなんです。どうして子供を作らないのでしょうか。あえて作らない理由があるのでしょうか。その理由を探ってみたいと思います。イチローさん、福島由美子さん夫婦に子供がいない理由を調べていると、なぜか元野球選手で
現実本ハムファイターズ監督の栗山英樹さんの情報が出てきました。なんと福島由美子さんの元彼は栗山英樹さんだったのです。福島由美子さんはプロ野球選手キラーだったんですね。1994年当時、野球解説者やキャスターとして活動していた栗山英樹さんは、福島由美子さんとニュース番組で共演したことがきっかけで、結婚を前提としたお付き合いをしていたそうです。しかし、栗山英樹さんから一方的に婚約を破棄してしまったのです。その理由は、栗山英樹さんがテニス選手の伊達公子さんを気になってしまったからだそうです。ネットニュースに情報がありました。しかしその後、栗山は一方的に婚約を破棄。この一方的な婚約破棄の陰には、世界的テニスプレイヤーだった伊達公子の存在があった。福島に対して栗山は、99% は福島さんのことを考えているが、残り 1% は伊達さんを考えている、と言い放ったという、引用元、エキサイトニュース。残り 1% ってそんな理由で振られても、福島由美子さんは納得できませんよね。結局、栗山英樹さんは伊達公子さんと交際とどまりで、結婚には至らなかったようです。福島由美子さん自身も、まだ納得のいく答えをもらってない。と周囲に漏らしていたそうです。福島由美子さんは栗山英樹さんのことを引きずっていて、なかなか子作りに踏み切れなかったのかもしれません。一郎と嫁、福島由美子の現在は、認知した隠し子がいるって本当、なぜだか、一郎さんには、認知した隠し子がいるという噂もあるようですが、これは全くのデマです。結婚生活が長いのに、一郎さんと福島由美子さんに子供がいないこと、一郎さんの遺伝子を待望しすぎた、ファンが生んだ嘘風から、隠し子という噂が流れてしまったようです。一郎さんの天才の遺伝子を残したい気持ちはわかりますが、夫婦だからといって必ずしも子供を持つ必要はありません。それぞれの勝手ですからね。一郎さんは現役を引退してからも、福島由美子さんとのアメリカ生活を現在も続けています。というのも、一郎さんがシアトルマリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターに就任されたからです。会長付特別補佐兼インストラクターとはどんな肩書きなのか、さっぱりですよね。つまりは、3A など傘下のマイナーチームも含め、選手たちに走塁、守備、打撃コンディションの指導を行うんだそうです。確かに、一郎さんは全ての項目において一流の選手ですからね。食べ物や生活習慣など、ルーティンがきっちり決まっていると聞いたことがあります。福島由美子さんは、現在は IYI コーポレーション以外の事業には携わっていないようです。なかなか現在の姿は見られないようなのですが、一郎さんと一緒に出たパレードや空港で一郎さんと一緒にいる姿を確認することができました。相変わらず綺麗なママみたいです。一郎さんの奥さんとして有名な福島さんですが、もともとはアナウンサーだったんです。一郎さんとの交際は1995年に放送された一郎の気持ちはいつもフルスイングというラジオ番組で由美子さんがアシスタントを務めていたことがきっかけで交際に発展しました。お互いの話すリズムや価値観の相性が良かったということで結婚まで発展したそうですね。結婚を機に福島さんはアナウンサーを辞めています。人気だっただけにファンなどから惜しまれる引退となったのを今でも覚えています。さて、アナウンサーを辞めてからあまり姿を見なくなったので、気になるのは現在、がんのステージ4なんじゃないかとも言われているので、そちらについて調査してきました。一郎の嫁である福島由美子さんが、現在がんのステージ4なのではないかと話題になっていますね。また、若い頃の画像があまりにも美人すぎると言われていてみたところ、とんでもなく美人でした。現在の福島さんなんですが、福島由美子と検索をかけると一番上に、がんステージ4と出てくるのが謎だったので調べてみました。まず結論から申し上げますと、がんステージ4という噂はデマです。とりあえず良かった。なんでこんなデマが流れたのかというと、福島さんは子供ができにくい体質で治療を行っていてたことから、病気にかかっているのではないか、と勝手な噂を広められてしまったそうです。
実際は特に健康に問題はなく元気だそうです。イチローさんもそうですが、健康管理にはかなり気を使っているので、おそらく福島さんも健康的な生活を送っていることでしょう。さて、そんな福島さんですが、特に若い方は若い時の綺麗な姿を見たことがないのではと思ったので、次の項目で画像などを使ってご紹介していきますね。ちなみにとんでもなく綺麗です。一郎さんと福島由美子さんは結婚してから現在まで変わらず仲睦まじい姿を見ることができますね。これからの一郎さんと福島由美子さんがどうしていくかは分かりませんが、今後の野球界をもしょっていく存在といっても過言ではないと思います。来年は東京オリンピックもありますから、何らかの形で姿を見せてくれることを期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。